こんにちは、レイセンです。今日は11月17日火曜日になります。絶食947日目、豆乳ヨーグルトだけで生活実験31日目です。天気は晴れ、現在時刻は午前8時16分ですね。今日も同じようにやっていきます。自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトと、あと水、ながらの名水ですね。で、一応ソース、ヨーグルト用のソースとして、今豆乳甘酒を発酵させたね、かなり発酵させたものを作ってるんだけど、で、一応今日は一番最初の失敗したやつだね、 42g の粉麹を入れたやつ、あれをまあ使い切っちゃおうかなと思ってます今日はね。まあ、使い切れるか分かんないけど、一応まあ 100ml ずつちょっと入れてで取るっていう形。おそらくね、味が悪くなる、まずくなると思うんだわ、ヨーグルトがね。まあでも逆にまずいもんで量をね減らせるっていうそういう可能性もあるけど、今だともう豆乳ヨーグルト自体が美味しいもんで、なかなか減らせないっていうのがあるからね。まあそんな感じで、今日は豆乳甘酒をヨーグルトに混ぜ込んで取るっていう形で進めていきます。まあ一応全部のヨーグルトには入れようと思ってる今日はね、実験としてね。で、お腹の具合どんな感じなのかを見るってところです。で、まああと豆乳が2本しかないもんで、冷蔵庫の中に、なんで一応買い出し行ってきます。まあすぐ帰ってくるけどな、豆乳だけの補充ですね今日は。だけかな。ヨーグルトメーカーの方はまだ72時間経ってないもんで、あれはあのまま置いとく、今日も一日置いとこうと思っています。あとこですね、今日も自家製のカスピ海ヨーグルト入れていきます。これ A の瓶ですね。11月15日午後9時頃仕込んだ4代目ですね。7時頃出してて10時間発酵のやつ、これを500入れていきます。このヨーグルト美味しいんだよこれ。まだ世代が早い若いやつはね、あのカスピ海っぽいっていうのかな、粘り気が強くってね、カスピ海っぽいヨーグルトができるんだよ。これで500ですね。あ、500入れちゃダメなんだ、400だ。これで400ですね。で、豆乳甘酒、こっから今 41.5 度だね。44度ぐらいまで分けた。で、これ麹 42g で13日の昼に仕込んだやつですね、ヨーグルトメーカーで。で、24時間経ってから40度のクーラーバッグに入れてます。で、15日に 190ml ほど、あの900に対して 200g の米麹で作ったやつだね。あそこでまあ入りきらなかったもんで、容器の方にね、こっちの方にね、残った 190ml ですねをこの中に加えたってやつだね。それなんで、まあ、最初のやつと次に作ったやつと、あ、3回目か、3回目に作ったやつと混ぜ込んでるやつですね。で、見た目はね割と普通っぽいんだよ、見る、こんな感じ、割と普通っぽいでしょう。シャビシャビだよね、トロッとしてないんだわ、パタパタ落ちる。あと味の方だね。味が、なんかね、いけなくはないけど甘さはないな。
甘くはないけど、やっぱ酸っぱさっていうかな、独特のなんか酸味っていうのかな。だから酸味もそんな強くないな。なんだろう、なんか何とも言えない味なんだけど、表現が難しいんだよ。例えようがないな。なんかこれって言えるようなものがない他に。あんまりね、味わったことない味っていうか。なんだろう、何の味かなこれ。まあでも、なんかの料理でこれに近いものがあるかもしれないって感じだな。ただそれはあのおやつとか、なんか甘いおやつ系のものじゃなくて普通の料理だね。なんか思い浮かばんわ。この料理みたいなものが出てこない。美味しいかって言われると別にそう美味しいわけじゃない。美味しいわけじゃないけど、まずいかって言われるとそうまずいわけでもない。だね。ただ好んで取るかって言ったら、まあ好まないかもしれないなってとこですね。これ入れていきます。これに加えて500にするんで、一応まずくはないから味は整うっちゃ整うのかもしれないね。これ時間かけたら、日数かけたら、やっぱ3日以上だな。3日以上はかけた方がいいな。これもついこの間までまずかったもんねまずくて飲めたもんじゃなかったからね。これで500。まあこれはあと冷蔵庫だな。冷蔵庫に入れてで保管する、様子見るっていうところです。でこれ混ぜ込んでどんな味になるのか確認するんで、こっからだね。もうこっからは麹と乳酸菌が混ざったものを作る形になります、完全にね。で今からの実験が特に重要って、になってくる。あ、100ミリちょうどいいな。なんか見た感じちょうど良さそうだな。この辺かもしれんな。で、1回作ったら10杯分になるもんで、3日間で10杯でしょう。1日3杯だったら、まあ回せるわけだ。ヨーグルトメーカー1つでもね。1日3杯 1.5 リッター絶食だね。1.5 リッターでやるんだったら回せるってことになるね。大体混ざったかな。こんな感じ。ちょっと粘度が下がったね。あ、取れなくはないな。取れなくはないけど、甘さは全然なくって、なんか不思議な酸味が少し加わったって感じだね。なんかの料理だな。煮込み料理の、なんか酸味の部分だけ少し取り除いたような。わかりにくいんだけどさ。これっていう料理の名前とか出てこないな。でもなんかの煮込み料理だな、これ。野菜系の。あ、味噌汁の、味噌を薄くしたようなコク。あ、味噌だ、これ。味噌の時の味だな。薄くした味噌汁。味噌汁にお湯を加えて薄くした時の味っていうのかな。そんな感じ。味噌だ、これ。味噌をちょっと使った料理。煮込み料理っていうのかな。ただ、味噌の味を思い浮かべると全然違うと。全然違う。あんなに美味しくない。そんな感じ。味噌を薄めた時のかすかなコクっていうかな。それだけを抽出して入れたっていう、そんな感じ。悪くはない。取れなくはないぞ、これ。まあ、いけるがいけるね。
そしたら取っていきます。あと水だな、水。これ90残ってるんでここに加えていきます。これ長良の名水を加えて300に、ここですね。でシャワー浴びて神棚やって洗濯物干したらちょっとゆっくりして、で雪豆乳買ってきます。今からちょっと買い出し行ってきます。今帰ってきました。まあ買ったのは雪豆乳だけですね。11本、補充で。次これ A の瓶ですね。11が8個4世代目。ここから500できます。で、割とね、良かった。あ、500じゃない、400だ。これね、これ混ぜたやつ。最初の1杯目。割とね、なんか味噌だな、やっぱり。味噌の味が少し入り込む感じだね。いけそうだな。ただ甘くはない。甘さはないよ。だから豆乳甘酒っていうもう言い方はしない方がいいな。全然物が違うわ。まあ作り方も豆乳甘酒とは違うし、温度がまず違うからね。だからもう今後は豆乳甘酒っていう言い方はせずに、まあ、麹エキスだな。麹エキスもちょっと誤解がありそうだな。まあ名前はちょっと考えようかな。良さそうな。麹ソースとかでもいいけど。で、これ100ミリ入れていきます。これで100ミリですね。そしたら、取っていきます。次入れていきます。これ A ですね。4世代目のやつ。残り種菌200残したと全部入れようと思うんで。あ、でも割とあるんだよな。これ400あるかな。ジャスト400ぐらいかな。まあ、いいとこですね。まあ400ぐらいですね。400ちょっとあるかな。400で、ここに、これだね。これ。で、名前はね、麹味噌エキスだね。麹味噌エキス。麹エキスって言い方だとちょっと語弊が出るなと思うし。で、味が味噌っぽいんだよ、ちょっと。ちょっと味噌っぽいんだ。おそらくね、これ日数もっと経ったら味噌の味が強くなると思うんだわ。甘さはないけど味噌の味があるもんで、だからね、うまい。うまいっちゃうまいんだ。いけそう、なんだけど、まあ一応だから麹味噌エキスだね、そういう言い方しようかなと思ってます。豆乳甘酒っていうとね、かなり誤解を生むっていうか、もう全然物が違うって感じだから、まあ実際物が違うんだよ。製法違うから、作り方が違うっていうか、44度でやるからね。まあそんな感じで、この麹味噌エキスを100ミリですね。ちょっと入れすぎたな。これ500ですね。100ミリ足して500。これね、割といいよ。割といい。美味しいしね、なんか体が喜ぶ感じ。体と心が。喜ぶし、なんか軽くなった感じがするっていうのかな。なんか不思議な感じがあるんだよ。味もいい。おやつ的な感じではなくて、なんか食事的な感じになるけどね。味噌の味が入るもんで。むしろね、こっちの方が飽きにくいっていうのかな。ヨーグルトだけだと飽きると、もう、飽きるよね。普通に考えてもヨーグルトばっか飽きるよね。だけど味噌汁を毎日って飽きないじゃん。そんな感じ。飽きにくくなると思うんだ、こっちの方が。
まあいいと思う、こっちすごくいいと思う、これ、うん、いいのができそうだよ、うん、まあ、こんな感じです。撮ってきます。次入れていきます。これ B の瓶ですね。11月16日午後2時半頃に仕込んでます。5世代目ですね。11缶発酵。見た目がね、こっち側すごく発酵しちゃってんだよね。これ電気アンカーの温度がちょっと高かったな。こっち側の面に電気アンカーつけてたんでね。これ今日でやってんだ、電気アンカー、うん、ちょっと味の確認します。なんか硬いな、豆腐っぽい感じがしますね。うんうん、酸っぱい、うん、美味しいけどちょっと酸味が強いな。これ500、うん、今はちょっと電気なんか下げてるんだけどね。まあでもおそらくこの中乳酸菌かなり入ってるから、うん、乳酸菌の多い状態で麹味噌エキスだね、こっちのね。これと混ぜ合わせたらどうなのかっていうのを見れるから、これはこれでいいんだけど。これ400。やっぱちょっとなんか硬いな、豆腐っぽくなってんな。で、気温が24度なんだよね。割とあったかいよね。体が暑いっていうか、もう気温自体がそもそもあったかいっていうかね、うん。で、ここに100、これ足していきます。うん、味噌エキス。ね、めんどくさいんで味噌エキスって言おうかな、うん、麹味噌エキスなんだけど、味噌エキスこれを 100ml、 うん、そしたら取ってきます。次入れていきます。これ B ですね。5世代目10時間発酵。全然お腹は空いてないんだけどついてないんだけどね、なんか口寂しいもんでね、欲しくなる、うん、本当はいかんだけどな、取らん方がいいんだけど。これで400ですね。で、ここに味噌エキスを 100ml 加えて、あ、こんなとこですね。そしたら取っていきます。次入れていきます。これ B ですね。10時間発酵5世代目。400。400なら4回はまず取れるんだよな。うん。400ですね。で、これ。味噌エキスを 100ml。うん。そしたら取っていきます。おはようございます。今日はちょっと遅くなっちゃったんだけど、今7時47分ですね。そしたらウイロイ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、中、66.5 ですね。血圧100-78です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間6時間半ほどとっています。正午12時から午後1時までの1時間と午後11時から翌日午前3時までの4時間と、
翌日午前5時半から7時までの1時間半、合わせて6時間半です。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度、午前8時ごろ計測で21度、湿度は 41% でした。今日は暖かかったね、もう1日通してね。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト。今日は A の4世代目10時間発酵と、あと B だね、の5世代目10時間発酵だけかな。で、2400ミリ取っています。水は長良の名水を220ミリですね。あと80は冷蔵庫にまだ残ってる。で、味噌エキス。甘酒って言うと誤解があるっていうか、語弊があるっていうか、まあ合ってないっていう感じだもんで。で、考えた。一応麹味噌エキスだね。麹味噌エキスにする。ただ長いもんで、まあ普段は味噌エキスっていう言い方します。で、この味噌エキスを600ミリ取ってます。合計が3220ミリリットル。水220のため実質は3000ミリです。なので今日は 3.0 リッター絶食ですね。3リッター絶食。一応3リッター。まあね、でもやった感じね、3リットルも必要ないんだわ。お腹が空いたって状態で取ってるような状況ではないもんで、もう、口寂しさで取ってるだけっていうところが結構あったから、まだまだかなり減らせる実際はですね。こんなにも、まあ、いらないって感じです。いらないんだけど、まあ、心はね、心が欲しがるんだ。尿回数9回出てて、濃さは薄め、かなり薄め、完全無色、量は平均的少し少ない時がありました。大便は0回です。今日は大便出てません。おならはたまにありで、匂いはなしからかすかにありですね。まあ、ずっと匂いはなかったんだけど、さっき、ついさっき計測の時に、1回だけね、おならが出たんだよ。で、それこうやって嗅いだら、かすかにあったね、匂いが。まあそんだけ、まあほぼほぼ今日はなしって言っていいぐらいなんだけどね。今日の計測時刻は午前8時頃です。昨日よりも1時間ほど遅いですね。まあその分 0.1 キロぐらいは減ってることになります。体重 56.00 キロ、昨日に比べて 0.1 キロの増加です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.2 キロの増加ですね。で、BMI 17.7 でプラス 0.1、 体脂肪率は 10.1% で 0.3% の増加です。まあ今日はね、最後に取ったヨーグルトが遅かったもんで、多分でね、ちょっと正確じゃないんだわ。その影響が入ってると思うから、一応まあ午前3時40分にラスト取ってんだけど、こっからまあちょっとゆっくり飲んで、で150ぐらいね残した状態でいたんだわ。でその後寝ちゃって、7時頃に起きて、ですぐ計測やろうかなと思ったけど、冷蔵庫にまだヨーグルト残ってたもんで、中途半端に残した状態はちょっとなと思って、で150だね、飲んだ、そっから飲んだんだわ。1時間前だな。計測の1時間前、1時間もないぐらいだね。で、150取ってるもんで。あと水もちょっと飲んでるし。だからその影響が入ってるから、まあ今日体重トントンぐらいじゃないかなと正直思う。体脂肪率ももしかしたらトントンぐらいだったかもしれないですね。昨日と同じって感じだし。血圧100-78、最高血圧プラス1、最低血圧プラス2なんで、血圧変わってないですね。脈拍80でマイナス3、ウエスト 66.5 センチで5ミリの増加です。まあ、このウエストも、最後のヨーグルトが影響してると思います。これが昨日と同じ6時間前とかだったらね、まただいぶ違って、まあ、66か 65. 点いくつかみたいな、そのぐらいだったんじゃないかなと思います。今日の気づき。まず、まあ、さっきも話したし、途中でも話したんだけど、今作ってる44度で3日以上かけて作る、まあ、今まで豆乳甘酒って言ってたあれね、あれ、ほんとすごいんだけどね。すごいよ。いいもん見つけたと思った。見つけたっていうか、生み出したと思った。
あの製法は作り方は今までないよね。誰も作ってないと思うんだ。44度3日かけて作るっていうのはね。うん、あれ、まあ一応豆乳甘酒って言ってたんだけど、まあそもそも甘酒って50度以上で作る。で、10時間発酵とかで作るんだわ。製法がまず違うんだよね。うん、で、味も違うんだわ、うん。甘酒みたいな甘さはないもんで。うん、で、味がね、ちょっと味噌のような味が出てくるんだよ。うん、今日取ったやつはね、まあ最初ちょっと分かりにくかったんだけどね、味噌っていうのもね。うん、本当味噌はね、すごく薄めた感じの味っていうのかな、うん。そういう味わいっていうのかな、がちょっとあるんだよ。うん、味噌の味がちょっと出てくるんだよね。うん、でね、後からね、割と味噌の感じが強くなってきたんだけど、うん、分かってくるとね、ああ味噌だって感じになるんだけどね。あ、だからもう甘酒っていう感じじゃないから、名前はもう変える。うん、甘酒っていう言い方はちょっと良くないと思った。うん、語弊がある。なんで麹味噌エキスだね。まあいろいろ考えたけどね。全く新しいものだもんで、今まで過去にないね、全く過去にない、全く新しい作り方、全く新しいものだもんで、ただ味がちょっと味噌に近い味が少し出る、まあ、出てくるから、まあ、一応味噌っていう呼び方した方が分かりやすいんじゃないかなっていうところですね。で、材料麹と、まあ、豆乳だから、うん、で味噌が大豆だよね。大豆と麹、米麹だよね。米麹とか、あと麦使ってたりとかするけど、麦の麹ね、とあとまあ食塩、塩だよね、うん、味噌は大豆と麹と塩で作るんだけど、うん、私が今作ってるやつは麹と豆乳なんだわ、うん、似てるんだよ味噌と作り方が。で、味噌は常温で作るよね。常温、まあ冷暗所とかで置くよね。半年とかさ、まあ、10ヶ月ぐらいとかさ置くよね。うん、だけど、まあ、作り方だもんね、私とまたちょっと違うんで、私は44度で作るから、うん、なんだけどやっぱね、製法がちょっと近いっていうのかな、うん、味噌はあの甘酒とは違って麹を殺さずに発酵させるじゃん、熟成させるじゃん、うん、で出来上がった味があの味噌の味なわけだよ、うん、あの甘酒の方は麹を殺しちゃう温度で作るもんで、まあ、純粋に、まあ、酵素だね。酵素を働かせて、で、甘くするっていう形だから、まあ、全く甘酒とは作り方が違うんだ。甘酒と味噌では作り方が違うわけだよ。うん。で、まあ、通常甘酒には大豆は使わないんだけど、豆乳甘酒っていうのもあって、豆乳と麹で作る甘酒っていうのも中にはあるからね。なんだけど、そっちでも作り方としては50度以上で作るもんで甘くなるわけだ、うん、だけど私がやってるのは麹を殺さない作り方だもんで、麹を殺す甘酒よりも麹を殺さない味噌の方に製法としては、まあ、近いわけだ。作り方としては近いわけだ、うん、で味も味噌に近いんだよ、どっちかっていうとね。ただ一応 200g 入れた米麹をね、米麹を 200g 入れたやつが、まああんまり甘くはないんだけど、若干甘みがあるんだよね。で、見た目はね、甘酒っぽいんだわ見た目は甘酒っぽい。でも味は甘酒じゃないっていうね。甘酒と味噌の中間ぐらいなんだよ、ちょうど中間。ああ、そんな感じなんだわ。まあ、作り方もそうだよね。50度以上で作る甘酒と常温で作る味噌の間なんで、44度って。面白いでしょ。で、材料も、水、基本水で作る甘酒と大豆で作る味噌の間だよね、豆乳ってね。豆乳も、あれ、水加えるよね。水と、まあ、大豆の汁と水だよね、うん、大豆絞るんだけど、あれ絞ったやつに水加えてある程度整えるのが豆乳だよね。だからちょうど間なんだよ、うん、私の作ってるやつは甘酒と味噌のちょうど中間なんだよね。間、全く新しいものだね、
食品ができたってとこです。でこれがねすごいんだわ。で魂はね味噌は違う、良くないって言うんだよ。不老不死メソッドには使えないんだわ、で甘酒も違うんだよ。でこの味噌エキスだね、味噌エキスっていう名前にしてんだけど、もっとなんかいい名前をつけたいとこだけどね、これが不老不死に一番いい、つまり腸に一番いいってことだね、体に一番いいってことだ。甘酒よりも味噌よりも私が今作ってる味噌エキスが一番体にはいいってことだね、おそらくね。で実際取ってみたらねすごいんだよ。なんかね飲むと心がねうわーって軽くなるんだよ。で体がうわーって喜ぶんだわ。でちょっとなんか体がだるかったんだけど、そのだるさがね取れてくんだよ。でお腹の状態もすごくいいんだよ。びっくりした。で味噌は整腸作用があるので有名だよね。腸にいいっていうのが有名だよね。あと肌にいい、美肌効果、肌にいいっていうのもまあ有名な話だよね。まあ、健康にいい、医者いらずっていうふうに言われてるよね、味噌ってね。医者いらずとか江戸時代だと医者殺しっていう話が、ね、そういうふうに言われ方をしてたみたいだけど、まあ、医者いらずっていうのが味噌なわけだよ。で甘酒の方も美肌にいいっていうね、肌を白くしてくれる、で味噌も同じく肌を白くしてくれる、豆味噌の方はね、肌を一番白くしてくれるのは米麹をたくさん使った米味噌だったかな。豆味噌はね、あと骨を強くしてくれるっていうのがあったね。で味噌でも、まあ、味噌自体は肌を良くしてくれるんだけど、あと、まあ、老化しにくくしてくれるっていうのかな、あるんだけど、特に米麹をたくさん使った味噌は肌をより良くしてくれる、綺麗にしてくれる、シミを消してくれるっていうのかな、まあ、そういう力があるっていうふうに言われてるね。だから肌にいいのは米麹なんだよ。で私の場合米麹 200g と豆乳だからね、これで作るからこれは肌にはいいわな。で成長作用があるっていう、まあ、成長作用があるっていうのは麹菌が働くからなんだけど、麹菌殺さないからね、私の作り方はね。だから腸にもいいよね、最高だよね。だ肌にも腸にもいいものができる。なんでまあ豆、まあ、味噌のいいところ、そして甘酒だね、甘酒のいいところ両方持ったのが今私が作ってる味噌エキスなんだよ。最高じゃん、いいもんでしょう、いいもんできたと思った。これだったらもう最高の腸ができると思う、最高の腸環境がねできると思うんだわ。で実際ねちょっと取ってみたんだけど、味としてはねその単品だとね美味しくない美味しくないんだ、美味しくないんだけど、ヨーグルト400に対してその味噌エキスを 100ml だね加えて混ぜると美味しいんだよ。ただし当初予定していたような甘いソースをかけた甘いヨーグルトみたいにはならない、おやつみたいな感じにはならないんだよ。そうじゃなくって毎日味噌汁を取るような普通の食事だね、普通の日本食に近いような感じになるっていうのかな。どっちかっていうとおやつじゃなくって食事料理っていう形、おやつではなく料理に近い感じになるんだわ、味としてね。逆にね飽きにくいおかげで、なんでヨーグルトだけを毎日1日3食って言ったら多分ね続かないって人がほとんどだと思うんだわ。だけど味噌汁を毎日って言ったら日本人だったら続くと思うんだよ。それ普通じゃんみたいな感じになると思うんだよ。味噌汁毎日飲むって言って別にそう抵抗ないよね。それ飽きるとか思う人っていないよね。味噌汁毎日飲んでて飽きるって飽きかないよねあんまり。だけど例えばカレーライスを毎日だったら飽きるって言うよね。
うん、でヨーグルトも毎日だとちょっとやっぱ飽きてくるなって思うよね、うん、なんで飽きるものと飽きないものがあって、その辺はやっぱ過去のね昔からの食生活だね、食習慣、うん、が影響してると思うんだけど、だから味噌汁だったら毎日とっても飽きないわけだよ、うん、でこの味噌エキスはね味噌の味がちょっとするんだよね。で甘さもあんまりないもんで、普通の、まあ、味噌汁までいかないけど、普通の、まあ、味噌汁のような雰囲気っていうのかな、そっち方面に近いっていうのかな、味噌汁をイメージするとも全然ちょっと違うんだけど、ただああいう味噌のちょっと味わいが入ってくるもんで、うん、味噌汁の感じなんだわ。味噌汁とかを取るような雰囲気っていうのかな、うん、そっちに近いもんで飽きにくいっていうのかな、日本人にとってはね飽きにくいと思う。これだったらねもういくらでもやれそうと思ったね。まあ実際やってみないと何とも言えないけど、うん、あのもう豆乳ヨーグルトだけはしんどかったからね、途中からね、はあ、もうキウイ買いたいとか思ってたから。だけどね今日これ作ってみたらね、これならいくらでもいけるぞと思ったよ、はあ、マジで。なんでおやつみたいな感じ、ヨーグルトでもねおやつみたいな感じになると長続きしないんだ、毎日やろうと思ったらね、それだけでね。だけど味噌汁みたいな普通の食事っぽい感じになると長続きするな、これ。っていうか、いくらでもやれそうって思った。うん、飽きない、うん。飽きにくいようになるっていうのかな。うん。すごいよ、これ。味噌エキス。うん。びっくりした。ほんと、取ってみるとね、体と心が喜ぶ。はぁ、あ。すごい。だ最初失敗作かと思ったんだけど、これ。失敗作どころじゃなかったね。すごいものができたね。うん、びっくりしたよ。ただ魂はこれまだ 42g だよね、今日取ったやつ、うん、最初に作ったやつだもんで 42g で作った味噌エキスだから、米麹 42g ね、うん、で実際は米麹200で作るやつで、今はまあそれ作ってんだけど、あと24時間だね、うん、あと1日経ったら一応魂が言った通りのレシピで作れることになるもんで、あ、魂が言った通りではないな、粉末にしてないからな、米麹。まあでも、まあ、大体近いところのものができるから、それ味確認したいなと思っています。うん、だね、いいものができた。ほんとね、単品だときついけど混ぜるとね美味しいんだわ。美味しいし体も心も喜ぶんだわこれで。あんまお腹もね空かない、うん、つかないんだけどね、美味しいもんでね、口寂しさでね、どうしても取りたくなっちゃうなっちゃうね、うん、なっても、まあでも3000で今日済んだからね、うん、2000にはね割と早い段階で持っていけそうな気はする、うん、で最終的には 1.5 リッターでやりたいんだけどね、まあそんな感じだよ、うん、一応名前味噌エキスっていう風にしようと思ってます。麹味噌エキスね、うん、で今 42g のあれがもうはけたら、そしたら次120のやつだね、120のやつをまあ使っていくことになるけどね、うん、で最終的にはね今のそのクラバッグだね、クラバッグの中にまあ 4.5 リットルサイズの容器だね、ドーンと置いて、普通の味噌を作るようなあの容器っていうのかな、ドーンと置いて、そこにうわーってもうどんどん作ってっちゃって、うん、魂が言うにはもう長ければ長い方がいいみたいだから、味噌と同じだね。味噌はまあ10ヶ月とかやるけど、44度でやるもんでそこまでいらないっていうか、うん、3日でも十分なものができたから、うん、なんだっけ、一応まあ貯めるみたいな、うん、溜め込むようにね、うん、4.5 リットルサイズの容器1個ドーンと置いて、で電気アンカーと湯たんぽで温めて、まあ、44度付近作れるようにして、でそこにもうできたものをどん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 加えていくって形だね、うん、でそっからすくって使っていくっていう、そういう風にしようかなと思っています。うん、
そしたら結構いいコクのあるね、いいのができるんじゃないかな。で、味もまあ味噌に近いようになっていくと思う、おそらくね。まあ製法から言ってそうだもんな。麹菌を殺さないと甘くはならないと思うんだよ。まあ多少甘みはあると思うけどね。米麹たくさん入れればね、甘みはあると思うけど。でもね、麹があの温度でまあ進んでいけばね、甘みはそんなに出てこないと思うんだわ。で、味噌の味が強くなると思う。だからまあやっぱり名前は甘酒じゃなくって、まあ味噌エキスって形だね。もうちょっとなんか考えるけどね、名前。そんな感じです。一応すごいのができたよっていうことですね。で、まあ今日31日目、ヨーグルトで、まあ1ヶ月だね。豆乳ヨーグルトだけで1ヶ月やったんだよ。まあ昨日で30日。ね、まあ昨日で1ヶ月っていう言い方していいと思うんだけど。やった感じとしてはね、まあヨーグルトで全然 OK だな。いける。体何も問題ないね。めちゃめちゃ健康。っていうか普通の食事とってる以上に健康だと思った。調子いいよ。体も心も調子がいい。これは間違いない。まあやればわかる。やればわかる。ですね。ただ、豆乳ヨーグルトだけだと飽きてくる。飽きてくるね。飽きが来ないのは、やっぱキウイだね。キウイのフレッシュジュースとヨーグルト混ぜると飽きが来ないんだよ。ちょっといい感じでバランス取れるんだけどね。まあそれ、ただ魂はそれだと、まあ完全なね、腸の一番いい状態には持っていくことできないって話だから。まあ確かにね。で、今回作ったやつはね、この味噌エキス。これだと、腸の中が EM 入れた時と同じ状態になるもんで。で、実際腸の具合がいいんだよ。体の具合、心の具合がいいんだよ。すごいよ。少なくともいい方向に進んでるっていうか、いけそうだっていう、なんか手応えっていうのかな。それは得られたってとかですね。もっとね、もっとなんか、すごいっていうのをね、表現したいんだけどね。まあいいや。で、明日も同じようにやっていきます。自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトと、あと味噌エキスと水ですね。ながらの名水でやっていきます。で、まあ今日31日目からは、一応まあ豆乳ヨーグルトだけで生活実験っていうタイトルに、一応プラス味噌エキスっていうのを加えようかな。まあ、味噌エキスもあれ、ソースというね、ヨーグルト用のソースっていう名目で、まあ、使うということでいいかなと思うけどね。まあ、材料としてもね、味噌エキスは麹と豆乳なわけだよ。で、ヨーグルトは乳酸菌と豆乳なわけだよ。まあ、そう違わないんだよね。で、使う量もね、まあ、ヨーグルト400に対して100ミリ入れる。まあ、だから8割はヨーグルトなわけで。だから、まともにヨーグルトだけで生活してるって言い方していいと思うんだよね。まあ、できると思うんだよ。少なくとも私は OK だと思った。まあ、だけど一応ね、一応味噌エキスをプラスにしてるよっていうのは、題目にまあ加えようかなと思ってます。で、日数はこのまま継続でいく。分かりやすいようにね。ここでゼロにする必要性はないと思うし、実験上ゼロにしない方がいいと思うから。まあ、それは多分ね、大事なところとか必要なところだと思うんで。まあ、ほぼほぼ豆乳ヨーグルトでやってるもんで。まあ、正直ね、あの題目も割とそう重要ではないんだよ。一番大事なのは、不老不死、若返るってとこだもんで、ここが欲しいわけだよ。他はね、割とどうでもいいんだわ。この豆乳ヨーグルトだけでやってるっていうことも、まあ単純にね、今やってることが分かりやすくね、ある程度分かりやすくするためにっていう、まあそんだけのことだもんで。一番大事なのは、この40代のこの顔、体、容姿だね。これが20歳の状態まで戻るってことなんだよ。欲しいのはこれなんだよね。そのためにやってるんだわ。
で、大事なのはだから豆乳ヨーグルトだけでやるってことじゃなくて、若返る、そのメソッドを発見するってことだもんで、うん、だから単にまあちょっとまあ今の現状はね、ほぼほぼヨーグルトでやってるから、まあ、それを分かりやすく伝えるっていう、まあ、そんだけの話ですね。そしたら絶食947日目完了です。それではまた明日。